こんにちは、山森です。今回はチョコレート農法と妊活ということでね、お話をしていこうと思います。最近ね、というかまあ1週間ぐらいかな、ここ1週間ぐらいで初めてお越しいただいている方たちが、まあたまたまなんですけど、チョコレート農法っていうのがあって、卵子の質があまり良くないとかね、 AMH の値が低くてとか、体外受精をしているけど受精卵うまくならなくてとか、凍結できなくて胚盤胞の状態にならなくてとか、そういう方がね、たまたま重なった状況だったので、ちょっとピックアップしてね、お話をしていこうかなと思っています。それじゃあ今回はチョコレート農法、農法の農って難しいで、ひらがな漢字ちょっと苦手なんですけど、チョコレート農法についてね、まあお話をねしていこうと思うんですが、名前なんかチョコレートって可愛い名前ついてますけど、ちょっとややこしいやつで、これ子宮内膜症の一種です。内膜症の一種、子宮の内膜に本来内側にねできるものが卵巣の中にできてしまって、で、月経の時に子宮内膜って剥がれるじゃないですか。で、経血として、これ、膣から出ますよね。出るんですけど、卵巣の中のこのチョコレート嚢胞っていうのも、出血が月経の時に起こります。子宮の中で内膜剥がれたら、膣から経血として出るんですけど、卵巣って出口がないので、ここで起きた出血っていうのは溜まってしまう。それが固まって癒着してっていうのがチョコレート農法になってくるんですけど、で、このチョコレート農法なんですが、ややこしいのが、これ卵巣の能力、機能が悪くなっちゃうんです。AMH がね、卵巣予備機能とかって言われるんですけど、AMH の値が下がってしまったりとか、卵の質的にも悪くなってしまうっていうふうにも言われているんですが、じゃあこのチョコレート農法、病院ではね、どんな治療をするのかっていうと、根本的な治療っていうのが実はなくて、なんでないのかっていうと、これ原因がね、はっきりわかんないんですね。原因がはっきりわかんないやつってなかなか治療法っていうのがはっきりこれだよっていうのがなかったりするんですが、方法としては、まあ対症療法にはなるんでしょうけど、ピル使って生理を止めるホルモン療法ってやつですよね。止めてしまうっていうやり方で、チョコレート嚢胞大きくならないように、まあちっちゃくなるっていうデータもあったりするので、もちろん大きさにもよるんですが、チョコレート嚢胞のまあ治療の一つとしてはピル、ホルモン療法、あとは大きさ自体がもう大きくなってしまうと手術をするっていう選択になるんですが、またでもね、これがややこしくて、手術をしてしまってこのチョコレート嚢胞取ってしまうとしたら、卵巣の機能っていうのが落ちちゃうんです、さらに。だから妊娠に向けてっていうところで言うと、卵がまあ取れなくなってしまうっていう状況の方が出てしまう可能性もあるので、なるべく卵巣は手術せずに置いときたいっていう感じ。手術をすると機能が低下する。じゃあなんとかするためにはホルモン療法で。でもこれ生理来ないわけですよね。ってことは妊娠できないわけ。妊活中っていうのはこれ同時進行。妊活とこのチョコレート嚢胞の婦人科系の疾患っていうのは同時進行で治療っていうのができないわけなんです。だから妊娠を目指しているっていう、妊活をされている方だったら、手術をせずに卵巣っていうのを、まあ、状況もちろん見ながらですけど、保存的に置いておいて、妊娠するためにっていうことを先に先行してやっていく。だから妊活するなら、今の状況で勝負するしかない。できることをしていくしかないんですね。じゃあ、何をしていくのか。チョコレート嚢胞、原因不明っていうふうには言われています。まあ、諸説あったりとかするんですが、まあ、その中の一つに、これ、ホルモンバランス。ホルモンバランスが関係しているっていうふうに言われています。ホルモンバランスが悪い状態、特にエストロゲン。
まあ、こいつっていうのは内膜、卵胞ホルモンってやつね、内膜を育てたりとかするホルモンなんですが、こいつに反応してチョコレート農法っていうのも大きくなったりとかすることがあるっていうふうにも言われていて、増殖する可能性があるっていうふうに言われています。だからもともとこういうのができやすいタイプの人っていうのはホルモンバランスが、まあ、乱れてるタイプの方が多いっていうことが考えられて、で妊娠に向けてはまあ当たり前、こいつって大事じゃないですか。ホルモンバランス大事ですよね。だからこいつをどうにかしていこうよっていうところじゃなくてね、妊娠に向けてっていうところで考えても、ホルモンバランス良くしていこうよ、もともとがこういう可能性、バランスが崩れてるタイプだったとしたら、妊娠に向けて、自律神経とかホルモンバランスとかその辺整えていこうよっていう話です。あるやつね、もうしょうがない、これ表現がね正しくないかもしれませんけど、これ過去のやつね、過去がどうだったとかっていうの、これ変えようがなくて、今からじゃないですか。今から妊娠に向けて何かできることはっていうところで、この辺をしっかり対策取っていこうよっていう話です。チョコレート農法の方、まあ状況的にはこの AMH の値が低いとか、卵が取れにくいタイプの方が多かったりとか、機能的にね下がってる方が多くなってくるので、やっぱり考え方の一つとしては、体外受精っていうところまでのスピード感っていうのは大事になってくるんじゃないかと思っています。年齢が20代の方だったとしても、この状況によっては早めにステップアップっていうところが、まあ自分がこうなりたいっていう目標に対してはね、必要になってくるかなっていう感じですし、でも体外受精にステップアップされていても、私のとこにねお越しいただく方たちは、卵が取れないとか受精卵ができない、受精卵になったとしても胚盤胞にならなくてとか移植できなくてっていう状況の方もたくさんお越しになるので、やっぱりこれ質ね、質を高める努力っていうのをしてあげることが妊娠に近づいていく。もともとが数で勝負できるタイプではないので、数打ち当たるっていうタイプじゃないので、これ一つずつの質を高めていく、そういう対策っていうのが必要になってきます。一つずつのね、質を高める対策しっかりして、ね、少数精鋭でねじゃないとちょっと厳しいタイプになってくるので、妊娠に向けてこのチョコレート農法をちっちゃくするとかなんとかするための対策っていうよりは、今置かれている持ってるものでどう勝負していくか、持ってるものをより良くするために、質を高めるためにどうしていくのかっていう対策が妊娠に向けては大事になってくると思っています。今できる対策をしっかりして、まあその課題を乗り越えてね、妊娠されている方もたくさんいらっしゃいますので、まずは自分の体、妊活不妊治療、まあなかなかうまくいってないなっていう方は、しっかり今の状況において、こういうふうに妊娠するためにはどういう対策を取っていくのがいいのか、まあそれをやっていくっていうところが近道になっていくと思いますので、どういうことをやっていったらいいのかわからないっていう方は、まあ一度ご相談いただいたらね、その辺の対策、こういうことをやっていこうよっていうお話もねしっかりさせていただきますので、一度ねご連絡いただけたら嬉しいなと思っています。